やほこんにちは、さきこです。東京でボーカルトレーナーやっております。レッスンの申し込みは下の概要欄のホームページからお願いします。はい、ということで今日は Stray Kids の Your Eyes という楽曲ですね。こちら皆さんと一緒に見ていきながら歌声分析していきたいと思います。ちょっとね、まだ見てないのでどんな楽曲かわかんないんだけど、これ日本語の曲なんだよね、確か。日本語のジャパン、セカンドミニアルバムの楽曲、日本語の楽曲なんですよね。ただいま人気急上昇音楽のランキングの中に入っておりますね。わー、ちょっと気になる。どんな感じなんだろう。手書きしちゃう感じね。手書きしちゃう系って大体しっとり系だけどね、ちなみに。うん。しっとりだ、バラードだ。あらー、こんにちは。かわいい。え、私の歯ブラシもいいの？ありがとう。その歯磨き粉いいやつ？ねえ、ちょっとほんと黙れだよね。ごめんなさい。すごい。ちょっとあの、甘々のバラードな感じがしてしまってですね、ちょっと突っ込みどころが多くなってしまうんですけれども、すみません、本当に。ってこの僕をのぼでものすごく滑らかに音が落ちていった気がするんですが、どうでしょうか。落ちてるね。いつもと違うで、いつものもでも上からねぬるんと落としていくな。いつもと違うようでってこの感じで、いつもってこうぬるんと落ちていってますね。いつもってこうバキッと立たせるとこういうちょっとかっこいい感じになるんですけど、そうじゃなくてあくまでこうしっとり歌い上げるので、音程変化もすごくこう優しく滑らかにっていう感じかな。初めて見るその目に僕はにゃーみやんって感じね。ちょっとほんと、え、何今何を吹かれてたの。ごめんなさい、全然映像見てなかったね。大丈夫。あら、いやねえ、ピシャピシャしないでってことね。ねえ、服ぐらいなら最初からやらないでっていうことね。ねえ、このさ視線ってマジ彼女じゃん。こんなさ機材をこうやってね触っている部屋に入らせてくれるなんて、なかなかの距離感じゃないと無理よって話じゃないですか。これそういう感じなの？ Your Eyes だから、この私目線での映像っていうところが基本になってくるのかな。やだ、ちょっと待って、ブリブリギュンギュン案件じゃん。柔らかいね。このバンちゃんの裏声ってさ、なんだろうな、結構いかつい感じなのにこのギャップがいいよね。僕はわかるから、このわかるからのさ、わでわかってこうやってやるのよ。気持ち込めるよね、本当に。でちょっとすいません、私気になったんですけど、初めて見るその目でも僕はわかるから、はい、注目です。これ多分ね、ステッドラーの鉛筆なんですよね。ちょっと元文房具店員としてはここは触れないわけにはいかないというところなんですけれども、ステッドラー、製図系かな？結構製図のシャーペンだったりとか、製図用品っていうのをね、多く出しているメーカーさんなんですけど、ステッドラーのね、製図用の鉛筆使われてるんじゃないかなと思ってます。ただ、あのね、なんかこう、8B とか 7B とかね、いろいろ書いてあるんですよ、この濃さが。濃さというか、まあ、柔らかさですね。芯の柔らかさが書いてあるんですけど、これね、どうなんだろう？そこまで書いてないから、もしかしたら似たものを使っているのか、もしくはその表示のないものを使われているかっていうところですね。はい、全然関係ないね、歌ね。はい、もう絶対このなー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 ってね、お互い手つなぎながらさ、こうやってゆらゆらしてるやつじゃないのね。シーン的にちょっと待って、想像しちゃうんだけど大丈夫。かなーって、この、なで入れ直す感じがもう最高に素敵なんですけれども、今まで結構さ、ブレッシュなところで、こう、歌を歌われてたじゃないですか。なんですけど、最後のこのフレーズのところだけ、やけにこう、芯のある音で落としてくる。そして、本当に最後の最後のその一文字、なの音でもう一回、ぐんと声を入れ直してくる。やだー。まだ届くかなー。もし何か間違ってたなら。低音なんだよね。これ誰の声だろう。この声は何、我らがフェリックスで大丈夫なのかな。もし何か間違ってたなら、コーヒー入れてほしいね。
空気すら読めない。大丈夫かな、大丈夫かなみんな。ちょっと下ペロとかさ、いろいろ大変なことになってるんですけれどもね。まあ、リスさんだから。うん。本もね、リスさんが書かれたようなアニマルチックな感じなのかな。すごい可愛いね、この本。今聞いてること自体ダメなら。可愛い。君の顔色ばかりを。癒しじゃない、やだ。Oh my gosh。ちょっと待って、これさ、声聞けなくない？待って、私さっきから声全然聞いてないんだけど大丈夫かな。映像ばっか見ちゃった、大変。君の顔色ばかりを見る僕を見ていいなら。みんな、結構さ、語尾下がる系なんだよね、さっきからラップが。読めない僕に tell me now。Now!ってこうふうって落としていくようなニュアンスっていうのが多く使われてるよね。今聞いてること自体ダメなら、じゃらってこういう感じ。君の顔色ばかりを見る僕を見て。やだー。やめてー。今日くらいはいそのまま出て足。作りすぎだよーねー。作りすぎじゃない？いいキッチン。しかし、私最近ちょっとキッチンにうるさいんで、はい。いや、何の話って感じなんですけど、結構最近ね、キッチンを、ネットで調べてみてるんですけど、いいね。やっぱ日本でこういうサイズだとさ、オーダーメイドとかじゃないとないじゃないですか。日本でね、こう自分で賃貸で借りようってなった時には、こういうキッチンには巡り合えないわけなんですけれども、まあもちろんね、大金を払えばいけるとは思うんですけれども、そう、なんだけど、いいキッチンね。うん、まあ、そこって感じなんですけど、すいません。で、あのホットケーキね、作りすぎね。うん、やめて、自分で食べるからね。そういうこと。すいません、あのごめん、ちょっと歌の方行くね、ごめん。ちょっといい加減集中しろって感じだよね、すいません。このさ、ジャラッタタタン、ジャラッタタタンって、ちょっと流れ変わったの分かります？この感じもめちゃくちゃ素敵だよね。さっきまではさ、ちょっとこう下に落ちるようなニュアンスだったりとか、少しラップのね、調子が速くなるような、ちょっと言葉が詰まってるような感じになってたところから、ちょっとこう、ゆったり刻んでいくような、そういう感じのニュアンスに変わって、ここのラップね、すごく素敵なパートだなと思って、聞いております。ちゃんと聞いてる、ちゃんと聞いてる。はい、っていういたずらかーいっていうところですね。やだ、こんなとこで止めてもイケメンってどういうこと？スペシャルタイム、これ誰？やめてー、やめて、自分で撮るから、自分で撮るから大丈夫です、すいません、あの本当にやめてください。やめてー、違う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 、ねえ待って、見ないで、やめて、来ないで来ないで来ないで、あ、やだ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 、そうねそうねそうね、そうだよね、ごめんなさい、すいません、本当にごめんなさい、ちょっとごめんね、もう分析どころじゃないんですけれどもね、声聞いていきたいと思います。ちゃんとちょっと画面はごめんなさい、見ません見ません、すいません。このさ、好きな服の好きなのところが好きねって感じで、ちょっとこうねじってきてる感じですね。これ素敵ですね。タンタンタンガスモーフォーカスモー、なんかこれなんて言ってんだろう、ダラダタンタンと、この羽感がすごく素敵だなと思って聞いてるんですけれども、顔面強くない、これハニちゃんかな、これハニハニ、このラップ。うん、なんか日本語のラップがペタペタしないのがすごいなと思って聞いてる。これはまあでもちょっと母音ですね、母音ちょっと変えたりとかして、あとはこう子音の立たせ方ですね、うまくいくととかって T の発音でチッチッって、この音を長めに使ってきてたりとか、ながら、ながらってさ、すごく母音がアボインで続くじゃないですか。そこを、ながらって、ちゃんとこう、ながら、一個一個閉まって、もう一回出す。閉まって、出す。みたいなことをやるから、ちょっと立ってるように聞こえるのかな。素敵。二人で何食べようね、本当に。こういう系のさ、洗濯物って、どうなん？重さによって結構さ、この下にね、布がついちゃったりとかするじゃないですか。私的になんかあんまり信用できないなっていう、こう、紐系の洗濯物欲しい？いや、何の話なんですけど、すいません、もう本当に。これちょっと視覚情報がね、ちょっといろいろきつすぎてですね、なかなか集中できないですね。君の好きなのだ。君の好きな、なんか、君の、まずここの、君の、結構跳ねてるよね、というところと、最後の、君の好きなのだ、のだ、この、のかな、のがちょっと、ちょっとこういう、ちょっと、にょ
みたいな感じののになってるから、今ちょっと私がんってなってるんだろうな。ちょっと Y が入ったような発音になってるからかな。君の好きなのだ、昨日より柔らいだか、また心を奪われ。かわいい声もさ、あのアイエンくんの声ってほんとなんか不思議な声してるよね。この質感結構羨ましいんですよね私。あら、ちょっと待って、やだー、やめてー、近くない、待って、無理、ほんと無理、ちょっと待って、今ガバッときたよね、やめて、やだ、ちょっと待って、いやー、怖い怖い、もう怖い、近づかないでください、もうほんと無理です。あー、抱きしめたよね今ね、大丈夫、全然声聞けないけど大丈夫、マジでこの動画本当に、ちょっと待って、ボツってる、もしかしてボツるかもしれない、すいません。初めて見る、この初めてがちょっとさ跳ねてるの、これ何このキュートな感じ、超可愛くない。初めて見る、その目に僕は不安になる。バーベキュー男子ね、いいね、バーベキューやりたいね。最後キヤはマシュマロね、ね、焦げてない、すごい焦げてない、びっくりするぐらい焦げてるんだけど。初めて見るそのってここでさ、タタララタッタチャンってこういうちょっとスイング系のリズムに変わるのが、さっきのバンちゃんのね時もそうだったんですけど、チャンビングの時でもやってますね。なでなでね。ハニハニ。Now ギリギリまで、うーギリギリまで伸ばしますね。もう、ひですね。ひです。はい。いいじゃなくて、ひですね。H が混ざっていくような綺麗なニュアンスでございます。下唇噛んでるハニハニ可愛くない？どこかな？結構さ、このバキバキって撮るところと柔らかく撮るところの印象付け？なんていうのかな、結構差をはっきり作ってるよね。ちゃんとここ跳ねてねとか、ちゃんとここはゆったり取ってねみたいなのの指示をされてるんだろうなっていうのをすごく感じるぐらい、結構こうしっかり入れてきてますね。やだー、何何したのね、何、ちょっとやめて、もう本当本当無理なんだけど、ちょっと待って、すいません、声聞きます、すいません。どこかな、この切り方がね綺麗だよね、韓国のこのアイドルの楽曲とか聴いてると本当にこうね、あって切っていくような、こういうニュアンス結構多く使われるので、すごいねこの音好きなんだけど、いい音だなと思って聴いております。ここも Tell me now ってここのファって切っていく感じね、やめて、もうデコピンでイチャイチャしないで、嫌ねじゃないから、もう謝るぐらいならやらないで、ほんと無理、ごめんなさい、近づかないって、ほんとに。すごい、魅力がすごいから、もうちょっと近づかれるとたまらん、もうあーってなって、もう鳥肌立ってんだよ、さっきからほんとに。もう恥ずかしくて、なんで MV 見て恥ずかしくならないといけないのってぐらい、甘々なんですよ。ちょっとほんと甘すぎてですね、超ごめんなさい、もうほんとに、まとまりがない、今回の動画は。ここの裏声超綺麗じゃない？これりのちゃんの声かな？すごくこうファーっとまっすぐ伸ばしていく感じが綺麗だね。ここを見つめその目が、その目がで切るんだよね。こういうなんかちょっと細かい歌い方、だいぶこだわられてるんじゃないかなって思うんだけど、キュウリパックね。ね、キュウリパックっていいの？日本のキュウリでも代用できる？大丈夫？なんか韓国のキュウリってめっちゃでかくない？なんか韓国系の Vlog の方とか見てると、キュウリが立派なんだよね。ズッキーニとかじゃないの？ズッキーニもでも立派なのよ。ズッキーニも立派なんだけど、キュウリもすごいでかいの。結構、ウリ系の育ちがいいのかな、韓国はね。その目がいつもと同じように輝くたび、あかん。映像があかん。映像見てるとごめん、集中できないね。ごめんね。もう、申し訳ない。本当に。すいません。輝くたび、その目に僕は。
のーって、そのーのそうですね。そのーって、ちょっとエッジが入ってくる感じとかもとても素敵。この、なんだろうな、分厚い低い音が、なんか男性っていう感じがしてですね、すごくこう、ね、女の子を虜にするような歌声っていう感じでございますね。優しいの。優しいんです。いいですか？ちょっと皆さん、いいですか？笑顔になる。笑顔になる。ここ切ってるんですよね。なんで？なんか切られると、ちょっとやっぱ強調しているような聞こえ方とか、笑顔になるってこうさらっと流れていく。これも綺麗なんだよ。これも綺麗なんだけど、笑顔になる。なんかすごい心込められてる気しない？うん、すごく大事に歌ってるなっていうのが、この楽曲要所要所で出てくるのは、こういうちょっとこう少し切るようなニュアンスみたいなところですね。フレーズの中でどこで切るのかっていうところを、だいぶね、本人たち意識されながら歌ってるんだろうなっていう感じがしますね。なんかすごい最後なんかうまくまとめたみたいになってますけど、すいません。さっきから本当に全然ヒヒ言ってるだけだったので申し訳ないですね。ここまで見てもらった方、本当にありがとうございますって感じですね。いや、美女やばいじゃん、ちょっと。いやー、このままね、一緒に寝ちゃうよー、言うて。きつー、マジできついっす。やばかった、マジで。どうしよう、ちょっとこのね、朝の目覚めをヒョンジンくんと過ごすという恐ろしき出来事。恐ろしき出来事を終えた、その足で、バンちゃんの仕事現場にインするというね、とんでもない出来事ですね。仕事現場というかお部屋ですね、これはね。このまるで手をつなぎながらね、こうやって踊ってるかのような恐ろしき出来事を終えた後にですね、このスンミンですよ、もう癒されマックス、本当に。なんだろうね、この彼の持ってる優しい雰囲気がね、たまらないわけですよ。コーヒーを注がれたいわけ。まあ、コーヒー飲めないんだけど、私。そう、なんだけど、やっぱこのスンミンのね、なんかこう、チャーミングな、ね、感じがね、見えたと思ったらね、こんにちは、マジで、本当に。ホットケーキ食べさせられるんです、本当に大量に。もう、やばいのよ、これが。本当、この方の破壊力は半端じゃない、マジで。本当に怖い、本当に怖い。食べさせてくれると思うじゃん。思うじゃないですか。いきますよ。違うんかーい、というところですね。はい、でも、本当にもう、こんなさ、口バッて開けたブサイクな顔ですよ。全然可愛くない、ブサイクな顔をもう完全に目撃されてるわけですよ。本当に最悪、本当に最悪。マジで地獄じゃないと思うじゃないですか。そしたら見て、やだーね。私の口元についた何かをね、もう、もう本当にピリちゃんが取ろうとするんですね。本当にやめてください。本当に見ないでください。ごめんなさい。と思いながら進めていくわけなんですけれども、そうするとなぜか彼が近寄ってくるという恐ろしい出来事が起こります。と思ったら急に洗濯シーンということで、はい。この日常をね、日常をこう彼らと過ごしているような衣食住を共にする感じですね。すごくいいね。そしてお家が広い。素敵でございますよ。こんなに紐垂らせる家なんてなかなか広くないと無理ですからね。うん、かなりいい家にお住まいだなというところでございます。いやー、楽しい洗濯の時間だと思いきやですよ。これ皆さん、最後に恐怖映像ですね。急に彼がね、この布をね、やだ、うわ、こんな恐ろしいことあります？布を私にかけてくるんですよ。やめてくれよと、本当に。こんな至近距離で見られたら無理。もう見つめることはいくらでもできるわけ。なんだけど、見つめられるのが嫌なんですよ。だからもう、本当にやめてください、本当にってなるのが、まあ、女の子の現状ですね。はい、お願いします。はい、という、まあね、ちょっと恐ろしい時間を過ごしたら、今度はね、チャンビン君のね、バーベキューのシーンに移りますね。いいね。この時期だから、ちょっとやっぱバーベキューね。ちょっと今日からもう雨ザーザー降ってるんですけれども、でもやっぱね、このちょっとまだ涼しい時期のバーベキュー、最高ね。うん。ちょっと最近やっぱキャンプ欲っていうのがちょっと私の中でだいぶ高まっているなっていうところなんですけど、そう。だからこのバーベキューシーンはちょっと暑かったなっていう感じ。すごいもうお肉も焼いてくれて、マシュマロもね、ほら、丸焦げになってるけれどもね。まあでもこれが可愛い。焦げなんか取っちゃえばいいんだから。うん。全然もう、OK。はい。で、まあ楽しくね、食事をしていい子いい子なんかされちゃって、いい距離感ね。チャンビン君はすごくいい距離感保ってくれてます。いい子いい子も嫌だけど、本当はね、嫌だ。その至近距離で見られるということが嫌です。わ、もう見る分には最高だよ。見る分には最高の天国なんだけど、見られる。なんかもう近いっていうのがちょっと無理です。はい。なんですけれども、まあ、いい距離感。まあ、他のメンバーに比べたら全然 OKOK って感じですね。で、続いて、もうゲームしちゃおうよ、ハニハニーということで。ねえ、ほんとゲームどう？みんな。私、ぷよぷよとテトリスぐらいしか知らないんだけど、なんかこう、積んで消す系が好きなのよ、私。そう。だからなんかポイントも貯めて使うみたいなさ、そういうタイプの女なんだけど、あんまりゲームやんないからね、ちょっとまあ、一緒にポップコーン食べようよ、みたいな、そういう可愛いおうちデートって感じだよね。そうで、なんか二人でさ、どっちが負けたら、デコピンみたいなことやってたのかな？なんか急におでこをね、ピンってやられるわけですよ。そしたらですよ、ピンとやられたらなんか、ごめんね、みたいになってさ、それでなんか、ね、こんな見やねえ、みたいな感じになってさ、もうおでこフーフーされるわけです。もうとんでもございません、本当に。やめてくれ、もう本当、きつい、本当に無理、もう近づかないって。
大丈夫？大丈夫かな？いい、ごめんなさい、続けます。はい。で、すいません、最後ですね。もう夜ですから、終わりのね、一日の締めくくりということで、リノちゃんが出てくるわけですよ。ねえ、キュウリパックしちゃって。キュウリパックがいいかどうかは、まあ、さて置いといて、リノちゃん、ほんと美しい。この近距離でこの美しさやばくな。そりゃキュウリもさ、くっつきたくなるよねっていう感じだよね、ほんとに。で、これね、横で寝てるんだけど、リノちゃんみたいな。ねえ、美しすぎない？なんかさ、もういつまででも見てられるぐらい美しいってさ、どないっていう。まあ、普通さ、寝る前なんかさ、みんなさ、もうくったくたボロボロですよ。こんな美しい一日の終わりなんてないですよ、マジで。ほんと美しい。綺麗、目が輝いてる、もう。素敵。おやすみ、ほんとに。ということでね。はい。眠りについたところで、今日はこんな感じで終わりたいと思います。もうほんとね、全然歌に集中できなかった。かろうじてちょいちょいね、つまめたところはつまめましたけれども、もう全然すいません。でも、しょうがないよね、これ。なんか歌唱技術がとかっていう動画じゃないもん、正直。そういう動画じゃない、これは。もう本当に彼らの優しい歌声と、そしてビジュアルを楽しもうぜっていう、なんかそういう感じの、そういう感じの動画なので、もう私は無理やり今解説をしましたけれども、そういう楽しみ方じゃなくてね、皆さんはもう本当にこのビジュアルっていうのを堪能して、もう私が、もうこの彼らがこう一緒に過ごしているヒロインになったかのような気持ちで、もうドギマギしながらね、見ていただけたらいいんじゃないかなというふうに思っております。はい、じゃあ今日はね、もういっぱい語ってしまったので、こんな感じで終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。